わっさっやピマネです。はい、ということで今日はですね、昨日始まったメガボックスクラシックイベントなんですけども、まあこれね、12個スタートークンを集めて1個引けるっていう感じなんですよ、メガボックスが。なんだけど、みんな多分計算してると思います。あれ、君主リコこれ無料でもらえなくねって思ったそこのあなた、安心してください。今日はこの君主リコを無料でゲットできる方法を紹介していきたいなと思います。はい、というよりかは、スタートークンね、もらえるスタートークンを今回全部紹介しようかなって思うので、よかったら最後まで見ていってください。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。まだね、登録してない方が結構いるのでね、はい、パーセントで出てくんのよ、もうこれがもうわかるから。いや、なんか上からお願いします。登録よろしくお願いします。では行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まずですね、皆さんショップにある無料でね、1個もらったと思います。はい、それをもらったことによって、この君主リコの下が、10分の1になっていることは絶対確認しておいてください。ここ大事、結構。はい、それでまず1つね、メガボックスが。で、次なんですけども、デイリーゲームモード。はい、それです。毎日もらえるスタートークンですね。それがこちら、クラシックのミラーマッチとドラムロール。これね、毎日1個ずつもらえるので、絶対にやってください。で、なんかね、ちょっと勘違いしてる人がいたんですけど、これ、1日1個しかもらえないからね、このスタートークンは。1モードにつきね。はい。なんかそのずっとやったら、毎日そのスタートークンがやればやるほどもらえるっていう、勘違いしてる人がいて、コメントでね、もらえないんですけど、みたいなことを言っていた方がいたんですけど、実際はマジで1個しかもらえないので、そこはね、把握しといてください。で、まずここで2個。で、こっちの、トロフィーイベントで2個もらえます。今回はエメハンとホットゾーンで1個ずつ。で、合計で4個毎日もらえます。これが、イベント終了時まで全部やると、80スタートークンもらえます。はい。で、次が、そう、これね、みんな知らないと思うんだけど、チャレンジが来るんですよ。そう。で、その画像がこちら、ドン。はい。こちらね、チャレンジの画像があります。で、これね、なんと全部クリアすると、スタートークンが、15個もらえます。さらにメガボックスが1個もらえちゃうんですよ。すごくない？そのチャレンジは来たら絶対にクリアしてください。で、多分ね、無限の命っていう感じで、いくら負けても大丈夫な、チャレンジになるので、全然ね、1人でやっても大丈夫なチャレンジだと思います。で、次もらえるのがクエストですね。クエストのこちら、もう一度機能を10回使用する。これで1個もらえます。で、これね、昨日勘違いしてたんだけど、毎日このクエストが来るわけじゃないらしい。特別な週末クエストらしくて、金、土、日で1個ずつもらえる。だから3週間あるので、合計9個ですね。はい、スタートークンがもらえるという感じです。はい。これで、すべてのスタートークンを合わせて104スタートークン、イコール8メガボックス引けるという感じです。で、プラスで一番最初にもらったショップのメガボックス1個と、さっき言ったチャレンジで1個メガボックスがもらえるので、合計で10個、メガボックスがもらえるという感じになってます。で、この計算だと、毎日全部スタートークンを回収しないといけないんですよ。だから結構ね、大変だし、1回でもサボったら、もらえません。もう課金しないと、君主リコもらえません。はい。なんですけども、今日のね、まあ、夕方にちょっと更新がありまして、それがこちら、ズン！スペシャルクエスト、もう一度機能を使用するクエストが4個追加されました。はい。これによってですね、全部ね、引けるメガボックスの量が変わりました。合計で11個です。これを全部クリアすることで11個メガボックスが引けるようになりました。なので、1日2日サボっても、10個はメガボックスもらえるようにはなったって感じになってます。はい。まあ、サボったらダメじゃね？でも思ったけど。まあいいか。はい。まあなんかちょっと取り逃しても10個はメガボックスもらえるんですよ。だから気持ち少し緩めにね、君主リコが、手に入るっていう感じになってます。ただね、合計で11個もらえるから、まあ11個もらえることに越したことはないので、ちゃんと全部皆さんやりましょう。だからね、結構今回のクエストね、きちくないよ。そう。だいぶきついと思う、無課金。だから俺も無課金はちょっと本当に毎日やらないと、絶対君主リコもらえないなと思うので、マジでガチろうと思います。はい。なので、今の説明で全てです。これが全部でもらえるスタートークン無料でね。だから、11個ですね。はい、皆さん頑張って、手に入れてください。そして、あとはこれか。まあ俺ね、ワンチャン逃したら、もうこのエメラルド使って、これ買っていこうかなと思います。4つ?うん、4つは引けるな。4つメガボックスは、まあこのエメラルドを使えばもらえるので、まあ、もし逃したら俺はこれを使おうと思います。この前ね、スキンを買うか、このメガボックスを買うか悩んでる人いたと思うんですけど、まあ、正直、取り逃したらエメラルドはこっちに使うっていう感じでいいと思います。はい。そういう感じで考えましょう。はい。ということで、以上が、全てもらえるメガボックスでした。皆さん頑張ってください。ということで、ちょっと時間余ったんで、後半は、引けるのかこれ俺は。あ、なんか引けそうだな。OK。じゃあ、本赤ちょっと引いていきたいと思います。これちょっと無課金動なんでね。はい。はい。ということで、メガボックス、バリューパック引いていきたいと思います。いや、引けるから。俺まだ出てないのがシェリーのスキンなんですよね。2つぐらいあるから。いくぜ!はい。いや、マジこういうのあるから、本当にね、本当にこういうのあるから、俺が見せ物にするわと思ったら来た来たよ、これ。え?絶対来たでしょ、これ。レッツゴー!いや、絶対出るね。俺、絶対出るわ。オッケー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 。よし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 。マジで全スキン揃えに行くわ。なんかゴジラよりちょっと楽かもしんない。なんか来てるし、これ。これ、後で買おう。オッケー。そしたら、スタートークンを回収すれば、まあ、1個。いけると思うので、それもやっていこうかなと思います。じゃあまずミラーマッチからいこう。はい、ということでミラーマッチシェリーです。いやー、てかさ、ステラシェリー持ってるじゃん。ちょっとこれは俺怒るよ、さすがに。てかシェリーだったら俺負ける気しないから任してほしい、マジで。これいっちゃうよ俺。ガチこの神の位置取りなんでやねんお前。落ち着こう落ち着こう、一旦落ち着こう。たまった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 よ。ガチたまったガチたまった。うれーわーレッツゴー。はい、これがシェリー使い。これすごい。なんかさ、なんか見たことあるなと思ったけど、これソロのシェリー環境の時のソロね。保管しよう保管しよう保管しよう。やばい、保管できてない保管できてない。甘えてる甘えてる。ノー、どうしたどうした2人どうした。おお、ナイスだけどなんかすごい。拾って拾って、おい拾ってください拾ってください。やばいやばい、それはガチやばいけどどうする俺。なんだなんだそのスプレーは。スプレーを押す余裕がお前にあるんか。あ、勝ったやった。オッケー。いやー、やっぱ俺だよね。あ、俺なんですよ。そう、俺です。よし、スタードロップも引ける。嬉しい。はい、これで6個ね。はい、ということで、ね、もうマッチング長すぎてなんすかこれ。ドラムロールやばくない？普通に。どんだけ待たせるのこのモードは。誰もやってないもしかして。いや、来た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 。あ、これ。いや、これ。お前それ絶対やるなよ。俺がやるー。あ、わかったわかった。このモードはマジの漁夫です。ガチの漁夫でーす。いや、もうこれ勝ったらここでダイナになったら。オッケー、このモード攻略完了しました。いくよ。これで俺が勝てたらの話。いや、プリモか。俺が倒すこれ。はい、レッツゴー。ガチプリモ、ガチプリモ。いや、相手の全員やろうかな。なんで死んでんの俺。これさ、4位じゃ上がんないかな。ガチやばい、ガチやばい。なにこれ。えぐい。オッケーオッケー、プリモ、ノー。マジ、フランケやばい。本当にフランケやばい。もう、あいつには絶対やらせない。オッケー、行こう。いや、フランケにはマジで勝てる。なんでやねんお前。3位だったらいけるよね。大丈夫。オッケー。もらえそう。頼む、本当に長いんだよ。ドラムロールはマジで長いから。お願い、本当にちょうだい。きたー。もらっていく。オッケー。そしたら、いや、マジこれ大変だな。オッケー、アンダーマイン、このままいきます。いや、マジドラムロールがクソゲーすぎて。てか、クソゲーっていうか、始まらないんだよね。マッチングが、どんだけやってる人いないんだっていう話。いやなんかね、トロ上げできないようにしたのはすごいね、いいことなんだけどさ、それによってやる人が少なすぎるっていう、まあ難しいよな、そういうところ。なんか本当に高トロマッチって感じ。あ、ガチでやばい、それ。ナイス。絶対あいつ、入れちゃいけないやつがいる。索敵。オッケー。マジバイロンさ、本当に強いな。強すぎてさ、最高。うえー、よいしょー。オッケー、倒した。絶対知るなよ。オッケー。ガチで強ない。どこエムズいた。オッケー。オッケー、これで勝った。これで、1個もらったでしょ。ガチ強いやん。オッケー、これで1個追加されたはず。された。で、あとホットゾーンね。はい、ということでホットゾーンやっていきたいと思います。いや、まあまあまあ、勝てるっしょ。さすがに。マジバイロンじゃん。バイロンが強すぎる。えぐい！この韓国2機ガチナイス。いけるいける。頑張れ頑張れ。俺らはいけるから。これ。はい、フォローの回復。いやー。いや、待って。え、俺ら、マジで強くない？てか、バイロンが強い。マジでバイロン強い。いけるいける。頑張れ。来たよ。やべえの来た。やべえ。えぐい。えぐすぎる。こいつ、足速い。うわー。黒強よいしょー。オッケー、あと連続でこれでもう一度押せばいいのか。さっきからもう一度なんで押せなかったんだろう俺。はい、ということでちょっと長いんでやめますちょっと長いんで、まあ、多分ねこのクエスト全部クリアしたら1回引けるんですけど、ちょっと長いです。長いんで明日にします。はい、ということでじゃあ今日はね、まあ、メインじゃないんでこれははい、終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。終わりましょう。皆さん、それではまたバイ。